はいどうも、伊沢急流です。アラウンウェイク続きをやっていきたいと思います。前回あれですね、ヘリでこの浄水器ダム、まあその辺に来ました。で、すげえ量の敵に襲われつつ、なんとかリボルバーで片付けて今この状態になってます。ではでは、行きます。武器が欲しいな。リボルバー以外の武器が欲しいな。さすがにきついぞ。あ、いいね。リボルバー以外の武器欲しいなって言ってるけど、よくよく考えたらあれなんだよね、結構リボルバーで倒してることが多いよね。あ、ラジオだ。さて次の曲は、どうも彼らの曲を聴くと我がブライトホールズが生んだ伝説のバンドオールドグッズを思い出してしまうんですが、とにかくポエツオブザフォールの新曲ウォーです。BGM がいいな。補充できてると思うけども、はい、にしてもやばいか。ああもうあれか、発煙筒ないのか。お、明るい。海岸に明るく浮かび上がる発電所が見えた。そうそう、川を渡らなければならなかった。発電所に行くんだけど、なんか今補充できる場所の音が聞こえたような。こっちか。あ、あったあった。
ありがてえ。発煙筒もう一本ぐらい欲しかったけど、まあそれは欲だな。よいしょ。こういう、あ、ぶね。やっぱりいたよ。曲がったところにちょうどいたりとかするからな、敵。クリアリングしていかないとやばいね。これあれか、向こうが行ける場所あんのかな、もしかすると。回り込めんのかな、感じからして。だといいんだけど。これか。あ、電気ついた。後ろから来てないよね。よいしょよいしょ。前段打ち込めば倒せんだね。全然気にしてなかったけど、硬いやつやばいわ。大丈夫か。大丈夫だね。よいしょ。水道管の中を進みながら、シンシアは小説家に腹を立てていた。余計な危険ばかり犯して、なんて愚かな人。しかも平然とルールを破って。70年代に起きたあの恐ろしい事件以来、彼女はずっと耐えてきたのだ。町を守り続けることに疲れ果てた彼女は今、ただひたすら休息を求めていた。あれか、新車ウィーバーか。まあまあしょうがないね。起きちまったものはしょうがねえよ。まあでも彼女的にはそう思わねえんだろうな。こっちはいけないね。あれ欲しいな。屋根感がする。あ、間違えた。ていうか、この周りの電気にも当ててもやっつけられるんだね。コーヒーポット、手にしても閃光弾使っちゃったな。入れないよね、入れないよね。
だよね、こっち行けないんだもんね。うん、行けないね。ほいっと、よいしょ。ずいぶん上上がったな。キャビンで書いた物語が現実になった。それは闇の存在に操られて書いたホラー小説だったが、結末はまだ書き上げていなかった。未完の原稿の最後のページはキャビンの書斎のタイプライターにある。あの部屋へ戻り、物語に正しい結末を書き込み、アリスを救うのだ。なるほど、キャビンまで戻んなきゃいけないのか。なかなかやべえな。あれ、すごいなこれ。まあいっか、よいしょ。うん、ほいっと、電気消えそう。大丈夫だった。だいたいこれで車がふわーって動き上がったらやばいやつだからな。なんかあるんじゃないの。すごいことになってんな。事故現場。この中入れんのかな。うわー、危ねえ。オイラはもう頑張ったわ今。いやー、やばいなと思ったけど、やばかったわ本当に。てかショットガンにしといてよかったな。あ、フレアガンの弾だ。他にはないね。よいしょ。足が動くね。あった。なんか変な動きしてね。変な動きしてね。こんなもんか。止まらないの。やーべえな、なんだあれ。あ、コーヒーポットだ。マジか。やばいな。いいよ。お、ヘリだ。ありがてえけど、ちょっと待って。なんかあるかもしれないから確認させてくれ。何もなし。
ありがてえこれ。おっと危ねえ。ショットガン撃ちすぎたかな最初の方で。どこだヘリ。あっとは詰まってからってよかったな。おお危ねえ。いって。弾切れた。こっからは自力だな。ハンドガンとか。あ、マジか。おお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 。全と転がす。あ、リボルバーの弾。ないよりマシだ。後ろから来てるのが分かった。今さら気づいたけど、アラン向いてくれるんだね。What？ 発電所のロゴには見覚えがあった。森のあちこちで見かけた物資のありかを示すマークだった。あ、あれか。セーフヘブンと書いてあるの。動かないで。ビーバーさん、俺は味方だ。証拠は？ゼイン、トーマスゼインだ。あなたがレディーオブライトですよね。手を貸してください。ああ、やっと。長いことずっとあなたを待っていたのよ。お、すげえですね。
された部屋にあるわ。何ですって？闇を追い払うためのものよ。それを隠すためにダムに部屋を作ったの。それでアリスを取り戻せるんですね。だったら急ぎましょう。連れのヘリを呼びましょうか。いいえ、外はダメよ。夜は絶対ダメ。大事なルールを守らないからこんなことになるんでしょ。平圧器が壊されたんだわ。予備の電流が来なくちゃ水道管は真っ暗よ。平圧器の電源を切らなくちゃ。つまり俺に行けと。ルールを破るのは得意でしょ。私は夜は外に出ないの。スイッチは外よ。災ですか。バッテリーか。バッテリーはいいや。もういっぱいだから。あ、ショットガン弾ないか。そしてコーヒーポット。しなびてる。辛いわ。しなびてんの辛いわ。この時のためにずっと備えてきたのよ。闇に飲まれないためにね。私の物資を見つけたんでしょ。サインが見えたのね。ええ。使っていいのよ。そのために隠しておいたんだから。トムの仕事を引き継ぐためにね。急いで。スイッチは川側の壁よ。へい。人使いの荒い人だな。ってことはこっちだよね。あー、ショットガンの弾ないのに辛いな。への電流を切らなければならないらしい。アリスを救うためなら何でもするつもりだった。今はウィーバーだけが頼りだった。彼女は俺よりずっと前からもう何十年もこの狂気と向き合ってきたのだ。そう考えるとウィーバーさんすげえな。さてどこから出てくるかな。あれか。変圧器を切るスイッチは見えたが、どうやってたどり着くかが問題だった。せやな。ああ、なるほど。あそこか。全部を通さなきゃいけないのか。どれどれ、ちょっと試してみよう。で、こうかな。で、こうじゃ、あれ。あ、できた。なんか知らんが、うまくいってよかったわ。敵出てくんでしょ。あれ、出てこない。明かりをつけておくことってことね、ルールに。あ、撃っちゃった。これ壊すといいらしいね。あれ、なんか誰が作ったんだ。実績みたいな感じらしくて。あ、ゲートキーパーじゃない。
あ、なんかやばそうだ。マジか。変圧器への送電が止まった。これでウィーバーの水道管が通れるはずだ。やべえ。完全にぶっ壊れてんな。多分闇の門がやってんだろうけど、マジでやばいわ。無事には戻れねえんだろうな。飛んできてた。あれ大型ランタンに変えてきて正解だったな。なになに、なになに、道具が大事。低め。ショットが温存してて正解だった。ついでに言うとフレアガンもね。よし、さあウィーバーさんとお戻ろう。ウィーバーさん開けてくれ。ウィこっちよ。いらっしゃい。中は空洞よ。急ぎましょう。それよりウィーバーさん、ショットガン弾くれませんか、ね、こっちよ、急ぎましょう。はい、急ぎますから。知ってたから、私はトムに夢中でね。そりゃ素敵な人だった。だからバーバラが羨ましくて、亡くなった時正直少しだけ嬉しかった。それからトムは書き始めて、闇を目覚めさせてしまう。バーバラを蘇らせようと、そんなことをしてただで済むはずがないのに。確かにそうですね。だったらあなたはトムより賢いのね。あれはバーバラにそっくりだけど別人だった。バーバラは優しい子だったもの。トムが気づいた時は手遅れだった。だからトムは何もかも書いたものを全部取り消そうとしたの。あんなに有名だったのに今じゃ誰も知らない。トムは同じことが起きた時のために一つだけ私に託していったの。保険としてね。トムの頼みだもん。断れるはずがないわ。あの人私の気持ちを知っていたのね。私は照らされた部屋で、それをずっと大切に守ってきたのよ。私たちはあなたの物語に囚われている。闇を食い止めなければ生き残れないわ。あの女が結末をねじ曲げてしまう。なぜわかるんです？トムよ、あの人がそう書いたの。今でも話しかけてくるわ。テレビを通じて、向こう側から、闇の底から。あなたも私も闇に触れられてしまった。トムが救ってくれたけれど、痕跡は消えない。ずっとね。照らされた部屋はこの水道管の先よ。なるほど。仲間に行き先を連絡します。ああ、アランか。ああ、水道管からダムに向かってる。ダムで会おう。よし、さらに行っとく。親しげだな。うわっ、よせ。おい、バリー、バリー、彼らを助けに行かないと。
もう手遅れよ。照らされた部屋に行かなきゃ。勝手な真似をしてる場合じゃないでしょう。親友なんだ。勝手になさい。先に行ってダムで待ってますからね。ウィーバーは心配ないだろう。彼女ならきっと大丈夫だ。えらいこっちゃ。それにしてもさっきのジャンプの仕方は正しいのかな。ピョーンってなんかジャンプしてたけど。バッテリーか。どうせならライフルの弾が欲しいとこだけど、そうも言ってられんのな。サラは安堵しかけていた。彼らが事態を収拾してくれるかもしれない。その時突然轟音が耳をつんざいた。何百歩もの漆黒の鳥の群れがヘリのプロペラに襲いかかってきたのだ。機体が大きく傾き、コントロールパネルに火花が散った。サラは瞬時に悟った。墜落する。隣でバリーが悲鳴を上げた。カラスか、襲ってきたの。ザ・ウェイ・ライト・ルームってどういうこと？こっちなんかあるってこと？いや、身のものは来そうだな。そうそう。まだ来るだろう、カラス。これでしょうね。完全にあれだね、なんか折れた、うん、巨木を。じゃあいけないのかなと思ったけど、いけるな。多分ヘリだと思うんだよね。うん、でもヘリの方行ってみるか。こっちが順路っぽいからな。ああ、そういうことか。
なんだ、ぐるっと回ってきただけか。また来るかい。現場は悲惨だったが、どうやら直前に脱出できたようだった。よかったよかった。なんかいろいろ散らばってるけどよかった。危ねえ。お、あそこか。バリバリ急ぐか。待ってろ、今行く。ほっ、はい、ってもう一丁。さすがはね、私の出番はここまでかと思ってたとこよ。それは惜しすぎるね。俺も無事だぜ。心配したろ。いや全然。なんでだよ。モルドールのメサ。そりゃ面白い。で、どこに行くって？ウィーバーがダムで待ってる。どっかで音が、あ、こっちか。あった。さてさて、二人と合流できたしな。恐ろしい化け物に夜通し追われながら丘を駆け上がった。ヘリが墜落した場所。そこはナイトスプリングスだった。ジムよりきついぜ。バリージム行ってんだ。ジムよりきついぜ。あの明かり見える？あれがダムに行くエレベーターよ。どれ？あれか。とりあえず下がろうかな。まあ、
くまずいわ。これじゃ無理よ。サラいるからなんとかなるな。終わりか。助かった。そうらしいわ。ありがてえ。バリ。何か嫌な予感がする。気を抜かないで。ウェイク、エレベーターを呼んで見張ってるから。何か動いたぞ。なんか来るぞ、多分。おい。ナイスシュー。まだ来ないのか。来た。乗って乗って。によれば、全員から何かを預かっているそうだ。闇を止めるものだ。ってことはつまり、何なんだよ。トーマス・ゼイン、本気？伝説じゃなかったの？ああ、実在したんだ。さあ。気をつけていくわよ。とりあえず。おいおい、マジかよ。とりあえずは何もなさそうだな。ウェイク、あそこのボタンでドアを開けて。またそのパターンかもしかして。ちょっと待ってね、なんかあるかもしれないからね。何かが起きる前に、ね、探っとかないと。大丈夫だね。え、押し続けて開ける？故障かしら。ボタンを押したままにしておいて。ゲー！おい、アラン、どうなってんだ？ここがダムへの入り口よ。何が起きたの？先にウィーバーを探してくれ。もう着いた頃だ。俺は別ルートを探して向かう。分かった。気をつけて、無茶はしないで。アラン、気をつけてくれよ。バリーは任せて、こっちは大丈夫よ。よっしゃ、行くか。じゃあどこだ。嘘だよ。全員には分かっていた。自ら解放してしまった闇の存在を葬るには
自分自身を含め全ての原因を取り除かねばならない。だがそれでも死んだ恋人の目で彼を見つめるこの存在がいつかまた復活する危険性は残る。だから彼は自らを全著作と共に消し去る物語に唯一の例外を設けた。靴箱にしまったものだけはこの世に残ると。靴箱、その中に何か入ってるってことか。こういう裏側とか調べたくなるよね。よいしょ。ほいほい。うお、高っ。いやーな予感がしますよ。わからん。うわ、ダム。カラスたちいなくなった。準備で来るか、仕事で来るか。多勢に無勢とはこのことだ。サーチライトだけが頼りだった。止めてくれてるから助かるわ。やべえやべえ。ちゃったからな。戻ろう一回。やばすぎる。うわ、危ない。Wow!
当たり切ったことになってる。やったね。うわ、ああ渡り切った後か。本当にただ単にやべえ。ああが難しい。ついたか。そういえばこの北に第二次大戦の時の陸軍基地があるの。おそらくここもその一部なんだわ。ええ、でも今は私の家よ。守らなくて済むわ。そろそろ6番と33番と118番を変えなきゃいけないけど、こんな夜中にはしごに登りたくはないし、もうくたくたなの。あなたに渡してしまえば私の役目は終わるのよ。そのページは幼い頃の俺の思い出だった。だが書いたのは俺じゃない、トーマス・ゼインだった。もう存在しないはずのページだった。7歳のアランは眠ることを怖がった。寝ついても悪夢にうなされ、悲鳴を上げて飛び起きてしまう。ある晩、母親が古びたスイッチを持ってきてくれた。クリッカーと呼ばれるそれを使えば、魔法の光がたちまち怪物を追い払ってくれるのだと。しかもそれはアランの父からもらったのだという。父親を知らないアランにとって、父に関するものは全て魔法だった。アランはクリッカーを握りしめ、ようやく安心して眠りについた。あれから数十年後、コールドロンレイクのほとりでアランはクリッカーを手に昔を思った。そして息を深く吸い込み飛び込んだ。めまいがした。アリスにあげたクリッカーがここにある。ゼインが書いたからだ。俺が書いた物語の中で。これでアリスに会える。終わらせるんだ。思い出を小説に書いてるのね、まさか。それでは次のエピソードもよろしく。
ろしくお願いいたします。それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。